ちら田口スポーツさんに来ております。ここはあの野球 YouTuber 向こうさんや走れおいチャンネルのおいくんがよくあのイベントをされてる場所なんですけども、今回あの田口スポーツの堂田さんにピッチャー用のグローブを選んでもらおうかなと、アドバイスをもらおうかなと思っております。どうもこんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。はい。ピッチャー用のグローブを探してるんですけど、はい、あの僕的に今赤の小ぶりの、うん、赤の小ぶりの、はい、グローブが欲しいと思ってるんですけども、なんかあの、うんうん、いいやつありますか？いろいろ、はい、はい、ちょっとあとあのちょっと片付けたんですけど、はい、佐伯さんのこれ結構内野手用っぽい型を、はい、でちょっと指カバーがついてて小ぶりなんですけど、はい、まあ、ちょっと赤いいですか、どうぞ。はい、え、これ良くないですか？え、普通に、はい、普通に式の革です。いいですね、いいですね。式のモデルです。へ、えー、すごいですね。片付け済みですよね？そうですね、片付けは一応してきました。もっと最初硬いので最初肩をつけて、あの皆さんにこういう風に提案してる感じではあります。あ、そうなんですか。片付けされてるってことで、うんうんうん、柔らかいですね。柔らかい。あ、でも結構なるほど、あの赤の小ぶりでちょっと硬めのがちょっといいんですよね、はい、なるほど、はい、赤の硬めか、はい、硬めってなると、はい、ちょっとまあちょっと小ぶりかどうかわかんないですけど、ちょっとこの、はい、アップセットさんの、わかりました。赤黒、これなんかあの大谷選手モデルになんかそっくりじゃないですか。翔平、ね、はい、モデル。翔平モデル。はい。翔平モデル。翔平モデル。はい。翔平さんモデルです。はい。はい。これちょっとやっぱ大きいですね。やっぱ縦がねある程度長いんで。そうですよね。はい、これでもないかな。こんな感じになってまして、うんうんうん、めっちゃアップセット。はい、アップセットです。初めて触りました。アップセット。ットはい。いや本当に、はい、あのグローブわかんないんです。わかんないんですけど。なるほど。これかっこいいなと思います。ちょっと大きくて、はい、以前あの、はい、大きいグローブを買ってみたんですよ、はい、グローブ、はいはいはい、それでこう実際にキャッチボールしてると、はい、なんか投げづらいなと思ったんで、はい、ちょっと大きさ大事ってことですか？そうです、大きさ大事ですね。なるほど。で、まあ、せっかくなんで、はい、翔平つながりで、はい、あの大谷さんの大谷翔平さんと、はい、赤、はい、いいですか？おお、ね、これもあのボックス型というか内野手用っぽい感じで、はいはい、内野手用のフィールディング重視の、という感じです。赤ではオレンジ。赤、あ、まあ学生対応の赤みたいな、はい、あ、そうなんですか、はい、僕あのもうちょっとあの濃い赤がちょっと濃い赤なんですね。いや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 、大丈夫です。今使ってるグローブ、はい、あのはもうちょっと置いといて、もう一軍の、はい、もう一軍の一軍としてグローブを使いたいなと思ってました。これはね、最近入ったものなんですけど、岡山さんデニムと、このグローブを組み合わせたマーベラスというね、マーベラス、はい、マーベラスしました。はい。でしかもこれも、職人さんに型をつけてもらってまして、はい、まあ、だからちょっと柔らかいんですよね。はい、だから翔平さんが今固めが好きだって言ってたんで、はい、ちょっと柔らかいとは思うんです。こういうちょっと面白いグローブもあります。もう確実目立てるような感じ。目立つのはすごい大好きなんですけど、何せあの連盟の大会に結構出るんですけど、これ連盟で一軍として多分その言われて多分あの、ね、はい、使えないことになりそうなんで。はい、わかりました。はい、そうですね。はい、すいません。いえいえいえ。じゃあちょっとね、赤いろいろ出したんですけど、はい、ちょっとね、赤じゃないやつで、はい、赤って言ってたら赤じゃないやつもちょっと、はい、赤じゃないですか。はい、見てもらおうかなと思うんですけど、あの、翔平さんだなので、はい、でちょっと関係ないですけど、この、手話プレイ、あの、翔平プレイっていうことで、怒られますよ、怒られますよ。いや、まあそうですけど、はい、あの、シュアプレイさんの、まあ、翔平さんの S を取ってですね、うん、この鈴木翔太さんのモデルということで、うん、まあ、このダークブラウン系と、まあ、赤が入ってるんですね、はい、で、ゴールドってことで、赤とゴールド、まあ、ちょっとこう、地味な感じなんですけど、紐とか襟側が赤ってゴールドなんて、ちょっとゴージャスな感じは出てて、うん、これで合うんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっと肩もいいですか、こう、あ、小ぶりだし、はい、感じで、あ、固めやし、なかなか小ぶりだし、はい、固いっすね、はい、限定でも赤だし、はい、いいっすね、はい、でもそれが、当店、今年からやってるシュアプレイさんの投手用なんですけど、はい、こういった単色の
ものも、どんどん赤いじゃなくなってきてますよ。そうですね。こういうのもあります。ええ、こっちいいですか。はい。シンプルだけどかっこいいですね。そうですね。かっこいいですね、これ。はい。肩もいいので。うん。やっぱ赤がいいな。はい。あ、待ってください。お、これ？あれ？お、これなんかちょっといいですか。はめた感じ。はい。気に入りました。ちょっといいかもしれないです。お、え、マジですか。あ、肩で。肩でやっぱ。肩でやっぱ。はい。小ぶりで、硬めで。はいはいはい。そういうのありますね、やっぱり。いいっすね、やっぱ。なるほど。あ、意外とやっぱ黒でもいいかもしれないですね。肩、結構大きさ重視っていう。そうですね。でも結構硬式材に近いので硬めで仕上げてあるので、結構そこら辺もいいと思います。そっちの方がなんか癖野球感はあるんですけど、この前翔平さんあるじゃないですか、初心に戻るとか言ってませんでした。そうそうそうですね。そうだ、スパイク、このスパイクを、はい、紹介した時に、はい、真っ黒なあのスパイク、なるほど、真っ黒のスパイクあ、ってことはもうこの黒で合わす方が確かにそういいかもしれない。そうですね、そうですね。はい、買いましょう。お、買いましょう。決まりで、これにしましょう。これにしましょう。お、決まりですか。これ買っちゃいましょう。なるほど、なるほど。はい、シャープレイ、ブラック、はい、これはもう、いいです。これは買いましょう。これは軟式用ですか。軟式用です。軟式用、革は結構硬いので、はい、硬式用と間違える人も結構います。そうですよね。はい、これちょっと購入させてもらってよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、もちろんです。はい、散々赤がいいとか、なんかいろ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 言っといて、なんかもうはめて分かりました。はい、分かりました。はい、はい、さっき店内混ぜて、他にも気になる商品が。そうなんです。はい、ちょっといいですか。はい、いや、いいですよ。いいです。はい、行きましょうか。いいですか。はい、はい、こちらちょっと来たんですけど、はい、小物コーナーですね。小物コーナーですけど、こちら気になってまして、今年、去年も大人気で、今年もはい、ジムスのサングラス。そうです。これ結構高いんじゃないですかと思うじゃないですか。はい、意外と4500円プラス税ぐらいなので、5000円もいかないぐらい。そうなんですか。やってまして、このケースもついてます。うわ、かっこいい。はい、なので、まあ見た目でその値段言われたら、大体、はい、え、そんな安いみたいな感じにいつもなるので、ネイビーがよく出るんですけど、ネイビーの次人気なのがこのスケルトンタイプの。スケルトンですか。はい、この辺がクリアな。本当だ。はい、ネイビーはどれなんですか。ネイビーは、ね、黒赤みたいな、はい、ネイビー赤か、ね、はい、ね、これネイビーで赤、はい、それ一番まあ鉄板ですね。赤、とレンズもかっこいいので、はい、赤ね、はい、赤いですか。赤ついてるのがやっぱいいですね。はい、っていうことで、じゃあ、はい、やっぱこのスケルトンですかね、やっぱ。スケルトンですかね。何もついてない。初心に帰ってくる。初心に帰って、やっぱ、もう初心に帰ろうと思って、今もう。赤がいいなと思ったけど、やっぱり初心に帰ってっていうのが今、こっちになっちゃいました。はい。はい、どうですか。おぉ、かっこいいな。いいっすね。いいっすか。いい感じですよ。もういいっすよ。いい感じですか。はい。しかも、なんかそんな暗くもないし、おぉ。なんか、いいかもしれないです。まあ、試合ではピッチャーで使わないんですけど、練習とか結構夏場とか、去年なんかそのサングラスしないでいたら目がもう結膜炎になっちゃって、病院に行ってもうサングラスをつけなさいみたいな。今年の夏はこれをつけて夏やっていきたいなと思います。はい、もう一個あるんですよ。もう一個、もう一個あるんですよ。こちらのワールドペガサスさんのアスリートピローっていうのがあるんですけど、僕あんま最近よく寝れなくて、これは完全にアフトで寝るようですので、移動とか、まあ、持ち運んだり、はい、まあ、運転してる時とか、まあ、旅行とかにも持って行ったりするのはこちらではなくてこちらです。ああ、はい、そうですね。結構これはベースにはなってるんですけど、こちらの方が成分が、多い、素材が多いというか、まあ、値段の差が、こちらがまあ3500円プラス税とかなんですけど、はい、こちらが1万1000円なので値段は違うんですけど、かなり、これちょっとサンプルなんですけど、はい、もうこれ首に巻いたらもうかなり楽です。どこでも寝れますね。ちょっといいですか。どうぞどうぞ。はい、あー、いいですね。あの車ほらこうなんか乗るじゃないですか。で、それをこう持たれるときに、やっぱこの辺浮くんですよね。この辺ぶつかってこう浮くんですよ。それをちょっと、そう、それでちょっときつかったんで、結構車移動結構多いんですよ。なんでこれもいいなと思うんですけど、やっぱ大きい方もいいんですよね。大きい方もちょっと悩んでるんですけど、あ、そういえば今思い出しました。この間大きいの買ったんだった。買ったんですか。別で、別の、別の、別のを買ったばっかで。あ、そう、そうですよ。そうですね。さすがに2つね、大きいのはいらない。頭2個ないですか。いらないですね。いらないですね。
じゃあもう本当はこっちがいいですけど、はい、こちら買わしてもらってもいいですか。はい、ネクピロ、ネクピロで、はい、いいですか。大丈夫です。はい、これいいですね、本当に。はい、というわけで、はい、こちらの3点を今回竹内スポーツさんで購入させていただきます。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで今回は竹内スポーツさんに、来まして、グローブとサングラスと、アスリートピローを購入させていただきました。ありがとうございます。また機会があれば、はい、ぜひとも、はい、よろしくお願いします。はい、今回は、ね、いろいろね、赤がいいとか言いながら黒でやっぱ黒でっていう感じで、ね、気持ちはこうね、はいはいはい、あんまり固まってなかったんですけど、はい、はい、また、はい、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。初心でお願いいたします。初心でお願いします。はい、はい、というわけで本日の動画以上になります。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。